本度第一演劇は熊本県天草市にある映画館。下島の天草市街地にある。デジタルシネマには対応しておらず、3 5ト、mm、ルフィルムでの上映を行っている。日本一小さな映画祭と名打つ天草映画祭の会場となっている。2014年10月よりデジタル素材に対応。近くにある祇園橋基本的には、 風切り後しばらく撮った映画を上映する二番館という位置づけである。観客数の多かった作品は、もののけびめ、千と千尋の神隠し、光線帰り、ハリーポッターと賢者の石などである。本土第一映劇の建物は、バーやスナックに囲まれている。ロビーには、ポスターや来場者のサインが貼られている。ホール内の一階席は、ワンスロープ型、この字型の二階席は、 スタジアム形式の座席と川張りソファーの桟敷席の組み合わせである。二階席は映写室に近いため、わざわざ二階席で見る常連が多いという。椅子は中古で購入したものである。建物の近くには国指定重要文化財の祇園橋がある。天草市は2015年6月から市民向けのアンケートで選んだ作品を安価な入場料で上映する。 天草市市民シアターという試作を行っている。第1回上映作品は砂の器であり、6月20日から7月3日まで、基本的に1日1回本土第一演劇で上映した。11月には太平洋戦争中の天草でロケが行われた花咲港が市民シアターで上映された。太平洋戦争後の昭和20年代、本土町栄町に、 中央館として開館した。ただし、戦前の1932年に開館したとする場合もある。中央館は三階遺跡を有する熊本県屈指の大劇場だった。1953年の熊本県には53館の映画館があり、本土町には中央館を含めて2館、牛深町にも2館があった。この年の座席数は452席であり、大英。 東方の作品を上映していた。昭和30年代の天草諸島は石炭産業や漁業で栄え、2010年代の2倍に相当する約24万人の人口を有した。諸島全体で40を超す映画館があり、炭鉱の構成施設として、諸島各地にまた下島、上島以外の小規模な離島でも港町に映画館が存在した。 全国の映画館数がピークを迎えたのは1960年である。この年の熊本県には117館の映画館があり、本土市には中央館を含めて3館があった。中央館は木造2階建てであり、座席数は本土市最大の850席、邦画、洋画問わず上映した。 1965年に改築工事を行いて建物を半分に縮小し4月1日に洋画専門館の本土第一演劇として再開館したこの時の支配人は金子正都であり初上映作品はアラビアのロレンスである昭和30年代の天草諸島には K4 館の映画館が存在したが昭和50年代には 本土第一演劇以外の映画館がなくなった。これによって、洋画だけでなく、邦画も上映することとなった。本土市出身の放送作家、脚本家である小山君堂は、小学生の時に初めて訪れた映画館が、本土第一演劇、小中学生の時いつも来ていたと語っている。小山君堂は、本土第一演劇で、タワーリング・インフェルノや、ジョーズを鑑賞した。 本土第一演劇は1990年9月の天と地とを最終公演として休館した。天草市街地本土市出身の柿久和則は中学時代までを天草で過ごし、日本大学経済学部卒業後に東京で働いていた。家族の都合で1990年秋に本土市に里帰りした時、本土第一演劇は1ヶ月前から休館となっていた。 カキは、天草最後の映画館の休館を残念に思い、陶芸家や学芸員の仲間と共に天草シネマクラブを設立。本土第一映劇を3日間だけ貸し切り、1991年8月に3日間の天草シネマパラダイスという映画祭を開催した。この際には、休館前の支配人が映写技師を務め、八代市の八代第一映劇を中継して、 映画会社との交渉を行って作品を集めた。この映画祭が盛況のうちに終わったため、天草シネマクラブは不定期で自主上映会を行い、八代市から1000便で運ばれてくるフィルムを上映した。1991年11月には第2回天草シネマパラダイスを開催1000人を超える観客を集めて大幅な黒字となった。 この際の収益をもとにして、天草シネマクラブは1992年にスクリーンを購入して、本土第一映劇に寄贈している。1992年8月には書き、旧を中心として、天草映画館復活委員会を発足させ、1997年にはホールの貸し出しや出張上映を開始した。本土第一栄劇とタイアップを行った、 川越スカラザ1998年には歌曲が自費で本土第一演劇を改装し常設館として再開館させた。1999年10月には第一回天草映画祭を開催。日本映画祭発見をテーマに1970年代、1980年代を中心に旧作品を上映した。1999年には 邦画旧作の特集上映企画、天草映画祭を開始し、2008年まで続く恒例、企画となった。2003年6月には、全世界同時公開を歌い文句にする、マトリックスリローデッドを、同年11月には同じく、マトリックスレボリューションズを上映したが、経営的には大赤字となった。2011年7月15日には、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2を、 全国公開と同時に上映し、10週間で計1000人の観客を集めた。2011年以後にはデジタル化の危機に直面している。2013年の女たちのとは原権は天草諸島でロケが行われた。この作品の公開時には遠く離れた埼玉県の川越から座と遠距離タイアップ割引を行った。片方の半券を もう片方の映画館で提示すると料金が1000円となる。2013年6月に、飢餓海峡や、山椒大部などの名作をフィルム上映した際には、熊本県外からも映画ファンが訪れた。同年11月から12月にも、同様の特集上映を行い、特撮作品、大魔人、藤淳子のデビュー作、八州有興伝男の杯 黒い十人の女などを上映した。同年10月11日には、世界約30カ国のテレビコマーシャル約200本を集めた世界の CM フェスティバルを開催し、フランス出身の教員、翻訳家のジャンクリスチャン・ブービエが日本語で解説を行った。同年12月28日には、BS 富士の倉本総、小山君堂二人が放送され、 放送作家の小山くんどうが脚本家の倉本総と一緒に本土第一演劇を訪れた。ちょうど館内では倉本が脚本を書いたエキステーションが上映されているというサプライズを行い、倉本は歓喜は待って涙ぐんだ。2015年2月には小山くんどうが企画した短編映画、ふるさとでずっとの未完成版試写会が行われ、 熊野熊森や市民120人が来館して大入り満員となった。同年2月と4月には県産追悼記念特集を行い、高倉県出演205作品の中からエリスグリの10作品を上映した。2019年7月25日にはテレビ西日本で放送されていたテレビドラマメンタイピリリの劇場版上映会を開催。同作監督の 江口ちと武蔵野美術大学教授の若杉、孝一によるトークショーも言った。あんまり儲かりそうにないところがとってもいいですね。ほっとしますよね。本土第一栄劇について、高倉賢人が非常に大らかで安らぎます。機会があればまた来たいです。天草について、宮沢理江1999年秋には、邦画の新作、旧作約10本を上映する。 1> 第1回天草映画祭を開催した。2001年からは、天草市役所が天草映画祭に協力するようになり、風の賞を創設して、監督や出演者などを招待している。2001年以降、邦画の新作、旧作を上映するイベントは、天草名画座番外地として継続している。本土第一映劇の常連客には、安田交換天草市長がいる。 安田は高倉県に来島を呼びかける手紙を出し、高倉は2001年5月にホタルの宣伝キャンペーンで来島すると応じたが、この際は高倉の体調不良で来島は実現しなかった。6月には安田市長が上京し、高倉の所属事務所に直接手紙を届けた。2001年10月の第3回甘草映画祭の運営には甘草市役所も協力し、 新設されたグランプリにはホタルを選出。10月7日に来島した高倉は、本土ド第一英劇に来館し、しばしの間、三打間八番召喚冒教を鑑賞した。天草市立寮南中学校で行われた受賞式では、1300人の島民が高倉を出迎えた。古畑康夫監督も本土ド第一英劇を訪れており、素朴な 懐かしさを覚える映画館でしたと語っている。高倉はデジタル上映設備のない本土第一映劇のために2012年のあなたへ公開時には自ら配給会社に掛け合ってフィルム版の制作を実現させたという。2003年の甘草映画祭では宮沢理恵主演の黄昏で生をグランプリに選出。本土第一映劇での受賞式には宮沢が来館した。 2004年の天草映画祭では、坂口健二主演の、機関車先生をグランプリに選出し、プロデューサーの石井誠一郎と山本義久が来館した。同作品の原作者である、伊集院生は予告なく、本土第一演劇を訪れたことがあるという。2005年の天草映画祭では、宮沢りえ主演の、父と暮らせばをグランプリに選出し、2年ぶりに、宮沢が来館した。 2006年の天草映画祭では、天草を舞台とする、モンシェーンをグランプリに選出し、2年ぶりに、宮沢が来館した。支配人の柿久和則は、千葉新一の大ファンである。2007年の、第9回天草映画祭では、千葉の出演作品を特集する、千葉祭を催し、神風やローマヒルの決ツや、日本暗殺記録などを上映した。11月18日には、 千葉新一本人が来館してトークショーを行った。2009年1月の天草映画祭では、天草出身の小山くんどうが脚本を務めた送り人をグランプリに選出。前年秋の公開時には、ほどほどの客入りだったが、映画祭開催時期には、アカデミー外国語映画賞ノミネートで全国的に話題となり、映画祭ではホールに入りきれないほどの客入りとなった。 受賞式後には、小山のトークイベントを開催し、立ち見が出るほどの客入りとなった。2010年の天草映画祭では、剣楽天の木をグランプリに選出し、2月20日には、木村監督のトークイベントを開催した。2012年3月の天草映画祭では、一枚のハガキをグランプリに選出した。2013年3月の天草映画祭では、女たちのとは、 ゲンをゲンをグランプリに選出し、3月23日には出演した松田美幸のトークイベントを開催した。なお、松田は2019年3月4日に、止められるか、俺たちを出演の藤原季節が舞台挨拶を行った際、激励で第一演劇を再放している。2014年2月の天草映画祭では、ペコロスの母に会いに行くをグランプリに選出し、 3月21日には原作者で漫画家の岡野雄一のトークイベントを開催した。1953年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。